スタートしました。ちょっとばらついた4番の賞金稼ぎグランディスペース後方からになりました。先行争いです。早くも6頭ばらけて、おっとおっと1頭どうした、1頭どうした、知りませんでした。もうすでに止まってしまっています。賞金稼ぎレースをやめている感じ、5頭になりました。先手を取ったのは黒い帽子名将幸だけ和田龍二です。リードは1馬身、2番手にクイーンオブリリーと藤岡浩太、その後ろ2馬身切れて1番人気のアスティスプマンテ、鮫島勝馬3番手です。外から赤い帽子ミクロフィラム、2番人気ダンの体勢並んでいる。最後方からグランディスペースです。前半の600は36秒3、やはりスローペース。先頭2番の名将幸だけです。リードは1馬身、2番手6番のクイーンオブリリー、その後ろ赤い帽子ミクロフィラム、2番人気ダンの体勢、少し追っつけて上がっていくのか。うち1番のアスティスプマンテ、鮫島勝馬の手綱も動き出しました。 3,4 コーナー中間点を過ぎて、先頭はまだ名将幸だけ、外からミクロフィラム並ぶ、真ん中に入ってグランディスペースで直線コース、アスティスプマンテ外に出した。先頭しかし名将幸だけ、名将幸だけまだ先頭、外からミクロフィラム徐々に差を詰めてくる。そして白い帽子アスティスプマンテもようやく3番手に上がってきた。先頭は名将幸だけ、名将幸だけ逆にリードを広げた。2番手ミクロフィラム、アスティスプマンテようやく2番手に上がるか。しかし先頭名将幸だけ、名将幸だけです。アドミラブル3区の名将幸だけ新馬勝ち。